収まって全馬がゲートの中スタートしました。まずは揃ったスタートを切ってスタンド前、14番リカンカブール、内からは3番アウスバール、まずは3番アウスバールが行って、14番リカンカブールは2番手、3番手に4番レーベンスティール、その外には並んで5番ステラベローチェ、あとは11番サボーナ、内は1番サリエラ、前はごった返して固まって1段、さあ第1コーナーを回っていきます。まずは結局3番アウスバールが行って、リードは2馬身半ほど、2番手は14番リカンカブール、1馬身半後方並んで11番サボーナ、内は1番サリエラ、馬群の中4番レーベンスティール、3番手集団は3頭、その後ろに2番ラーグルフが行って、並んで12番ロバートソンキー、馬群の中には5番ステラベローチェ、さあ緩やかに2コーナーをカーブして向こう上面、その後方には7番ヤマニンサンパ、並んで10番フェイングロッテン、そして6番アルビージャ、最初の 1000m は1分1秒0の通過、その後ろに9番キラーアビリティ、3馬身後方に15番ミクソロジー、あとは2馬身差8番西野レブナント、最後方4馬身離れて13番ないまま、3コーナーカーブに向かっていきます。前は固まっていって3番アウスバール、リードは2馬身キープ、3コーナーのカーブに向かって2番手は14番リカンカブール、さあ残り 800m、 3番手は11番サボーナ、4番手以降に12番ロバートソンキー、あとは1番サリエラ、さあ3、4コーナー中間あと 600m、馬群の中には9番キラーアビリティと5番のステラベローチェ、4番レーベンスティール、馬群の中、さあ第4コーナーカーブに向かって前は3番のアウスバール、残り400を切ってリードは1馬身半、4コーナーを回って直線の攻防です。2番手は14番リカンカブール、そして内に潜り込んで4番レーベンスティール、外は11番サボーナ、さあ直線200を切って先頭3番アウスバール、粘っている2馬身リード、14番リカンカブール、内から4番レーベンスティール、さらには11番サボーナ、しかし馬群の中から4番レーベンスティール、内は3番アウスバール、捉えたレーベンスティール、ゴーリ、そして3番アウスバール、さらには3着争いは14番リカンカブールと11番のサボーナ。